はい、すいません。ちょっとですね、先ほどラグの方があったんですけれども、画面の方をちょっと戻してですね、見ていきたいと思います。はい。なりましたね。さあ、今の、スリーキルのところからですね、シアンそしてこれでで、クアドラキル。クアドラですね、クアドラキルを達成するというシーンですね。ここからですね。そうですね。で、この後リプレイが見れると思いますので、実際どういう集団戦だったのか分かりますね。はい。さあ、そしてタワーも降りきることに成功。いや、マオカイがライフ全然削れてない。削れてないですね。そしてやはりここまで耐え切った時のオリアンナの爆発力といってもすさまじいものがありますね。はい。さあ、そしてインヒビターもゲット。さあ、これで600ゴールド差、ついに BJK が逆転すると。そうですね、ここですよね。硬いですね、魔王か。パッシブの回復量も凄まじいですし。エースが。そしてショックウェーブ、これ狙ってましたね、魔王回も合わせましたからね。これはもう魔王界があの場面を作ったと。言えると思いますね。あれで BKT としては魔王界に集中せざるを得ないオリアンナへの意識が、ボールへの意識が全くなくなりました。その隙を突いたオリアンナの見事なウルト、まあ、魔王界から始まった動きでしたね。さあ、一気に逆転。いや、並んだ、負けていたとこから並んだ、むしろ3000ゴールド差をひっくり返すだけの集団戦ということは、むしろ勝っているというべきだと思いますね。そしかてオね。リアンナがボイドスタッフまでできました。魔王界がビサージュトスとしてクローズハート、おっと青バフ、赤バフはどうなりましたか。あ、いや、ヌヌヌがが取ゲッれまトししましたたね。ヌヌが取りましたね。さあ。これヌヌ面白いですね。見返る階層ですね、ヌヌは。おうおうおう。サポートジャングラーとしてよりこう自身をチームのために使おうという形ですかね。ジャンナの1枚の見返りでは足りないということだと思いますね。まあ、スタンをばらまくディール、チェインのあるルブランクがいますからね。はい。サパロンが今ワクシーンが映り出されてましたね。さあ、お互いワードを潰し合いながら視界を確保。バロンファイト、もうこれ取った方がいきますね。いきますね。ただ、どうでしょう、BKT、バロン取ったとして、この BJK の分厚い壁を破れるのかというのも一つ気がかりではありますね。まだあれなんですよね、ルブランクがボイドスタッフできてないんですよね。ああ、なるほど。オリアンナボイドサッシュできてますね。サはリーシーンはボットレーン、テレポートはあります。スマイトは2枚上がっているのは、ブルーサイトスガンはですが、 BKT、 さあ、魔王界反転反転反転、スネアを決めて、さあ、グローリーが発動しているが、ランタン一度ウディアは生還、ヘルス5割。さあ、リーシーも TP を使いました。さあ、もう一度ワードを置いてバロンのライフを確認している。さあ、ルブランク、ヘルスを削りたい。オリアンナを削っていたライフ5割のところ。さあ、ルヌのウルE のスノーボールによってかなりルブランのヘルスが削れています。ここで魔王か、スネアが届く、Q のノックアップで手前に出た。ここがチャンス、ショックウェブ3人捕まった。さあ、一気に直線上に並んでいるところ、魔王界が完璧に壁になっている。前に出れない、キャリーが前に出れない。オリアンナとルシアンがフリーダメージ。さあ、キックで一度ディスエンゲージしますが、ルシアンの立ち位置が完璧でしたね、常に。それはもちろん、マオカイとヌヌのおかげでもありますが、いやそしてジャンナが、これ、メジャー持ってるので、ものすごい AP が高いんです。自身にシールドをつけて、AD 上昇を生かして倒しましたね、これで。そう、リーシン取りたい、スマイトがありますが、逃がさない、取らせない。ギリなところで、ギリですね、オリアンのギリギリ。さあ、ルシアンが凄まじいことになっています。今の集団戦 BJK 素晴らしいですね。やはりルブランクがボイドスタッフ完成させてなかったことが一つ響きましたかね。魔王界を全く削れませんでしたね。まだできてないですからね。遠いですね。遠いですね。やはりちょっと装備の進め方に問題がありましたかね。ルーデンゼコを買った後、赤聖杯、ここまではいいんです。
帽子を買ってしまったことがマオカイのタンク能力を削ることができませんでしたね。さあボイドスタッフ今一生懸命ファームしてましたが、まだ変えません、まだ変えませんか。ここで変えないのは辛いですよ。辛いですね。そしてマジックペネトレーション一つもないですよ。靴ですらまだ一靴ですからね。さあ1本目ボットレーン、もう1本痛い。マオカイがいる、マオカイがいる。さあそしてミニオンが大量にいる。ルシアンのウルトラ、ルブランクのヘルスが5割になった。さあそしてタワー下、シビルが捕まった。一気にダウン、ルシアンが倒した。 AD キャリーがダウン、これは大きい。 DKT、 これは DPS がいない、ダメージを出せるチャンピオンがいない、守りきれない。ネクストスターは1本。さあもう1本、いやルブランボーダチ眺めるしかない。リーシン時間は稼ぎたいが、ウリア前に出る。さあルブランダメージ出せるか。ヘルスを回復したんですが、一瞬マオカイ、マオカイがもうどうしようもない、削れない削れない、このマオカイが削れない。フックでなんとか自陣に誘い込んで倒しはしましたが、ルシアンがネクサスを割って勝利となりました。強かったですね。まあ、序盤のところ BKT、 序盤から中盤にかけてスノーボールしようとしっかりと何度も何度も圧力をかけたんですが、 BJK が、まあ、有利も取られつつも少しずつ少しずつ相手の勢いをそぎながら、オリアンナがパワースパイクを迎える時間まで耐えましたね。そしてマオカイが装備をしかも整えていた。そしてルシアンの立ち位置ですよ。あれは完璧でしたね。完璧でしたね。常にフリーで常にヘルス5割以上残したままダメージをひたすら出すと。もちろんそれは魔法界がしっかりと前線を張っていたことも影響していると思いますが、ただ難しい集団戦をしっかりとキャリーしましたからね。強いですね、トルコ代表。底力というものも一つ見せてくれさいましたね。さあというわけで、次の今日は BO5 ですからね、この熱いゲームまだまだ続くと思います。はい、それでは一旦失礼させていただきたいと思います。